佐賀にあのもっと言うと住みたくなるような佐賀の魅力を100%伝えるプレゼントを選んでます、うん、そうですね唐津ではあの唐津くんちっていうお祭りがあるんですけどこのお祭りがですねユネスコの無形文化財にも登録されててすごい有名なんですよね。て大切にして はい。えー、ジャパードスタッフですね。彼女への、えー、プレゼントを選ぶガチバトルということで、今回2回目の、えー、動画となります。えー、1回目の動画がですね、えー、昨日、えー、アップしておりますので、まだご覧いただいてない方はですね、先にそちらもご覧いただければというふうに、えー、思いますけれども、えー、まあ、僕とですね、え賀事務所の勝きさんが、えそれぞれ選んだプレゼントをですね、えプレゼンして、で、まあ最後に視聴者さん えー、他のスタッフにですね、どちらのプレゼントがより魅力的だったかをこう選んでもらおうかなっていう企画になっております。で前回の動画の中ではですね、えー、僕があのとってもインスタ映えをする、こうイマリ焼きの食器、えー、を、まあ、プレゼンさせてもらいましたが、まあ、今回、勝つきさんとということで、何をご紹介いただけるでしょうかはい。今回はですね、私の方からっていうことなんですけども、まあ、実は自分、佐賀に住んでるので、まあ、佐賀にあの、彼女が来たくなるような、もっと言うと住みたくなるような、うん、佐賀の魅力を 100%伝えるプレゼントを選んでます。ちょっと、あの、奮発してるんで、これは自信あるんですよね。なるほど。旅行とかだけじゃなくて、住みたくなるって結構大きく出ましたね。そうですね。余裕で、その杉山さんも来たら住みたくなると思います。ええー、じゃあそのプレゼントの内容って何なんですかそうですね。自分は佐賀県の、あの、唐津市にある、あの、旅館洋洋閣さんの宿泊券をプレゼントしようと思ってます。うんうん なるほど。旅行のプレゼントはちょっとすごいですね。まあいや、なんか思い切ってるなって感じはしますけど、まあちなみにその唐津市ってこう佐賀県の中でどの辺にあるんでしょうかそうですね。唐津市はあの佐賀県の北部にありまして、まあ佐賀県のあの、って玄界棚で海に面していてですね、呼ぶ子のイカとか海の幸とかが美味しいので有名な町です。そうですね。あの、海鮮好きの人にはこうたまらないような、あの、そんな えー、プレゼントっていうか、その場所ですね、になるかなってふうに思ったんですけど、そこにあるじゃあ、こう旅館のヨーヨー格さんっていうところはどんなところなんでしょうか。ヨーヨー格さんっていうのがですね、唐津市の中でもあの有名な伝統は旅館さんなんですよね。唐津に住んでる人なら誰でも知ってて、あの佐賀県知事も泊まったことがあるような美しい日本庭園が有名で、えー、旅館になっております。 知事も泊まったことがあって、まあ今写真出てますけど、めちゃくちゃこう綺麗で、まあなんか風格もあって雰囲気もある、まあいい旅館って感じしますね。そうですね。やっぱりあの佐賀のいいところっていうのがそういう伝統ある旅館に泊まってもらうことで伝わるかなと思って、ようよく格差にしようと思ってます。なるほどですね。ちなみにその佐賀の人がみんな知っているっていうのは何でなんですかそうですね。唐津ではあの唐津くんちっていうお祭りがあるんですけど、うん このお祭りがですね、ユネスコの無形文化財にも登録されてて、すごい有名なんですよね。で、その唐津くんちの時は、あの、くんち料理が提供されてて、あの、洋々格さんにはその10年、20年の、あの、常連客さんで賑わう旅館さんなんですよね。なるほど。めちゃくちゃ美味しそうですね。あの、まあ、かなりじゃ地元の方からも、こう、愛されているというような旅館なんですね。 そうですね、もちろんあの有名なだけじゃなくてですね、本当におもてなしがすごくて、まあ日本庭園も綺麗で癒されるんですよね。なのでまあ、その忙しい彼女がここで来てですね、ゆっくりしたら、まさかのことをもっと好きになってくれるんじゃないかなって思ってます。確かにね。こう、まあ旅館のこうおもてなしって、こうすごいオリンピックのあの時とかも言われてましたけど、こうやっぱ一個の日本文化だと思いますし、このジャパートのまあ日本の心で医療を届けるっていうところをですね、大切にして、 あの、まあ、小児がん、えー、患者さんのこう、国内の支援の活動であるスマイルスマイルプロジェクトなんかでも、こう旅行に行く小児がんの子供たちとご家族にも、こう医療者やボランティアの皆さんがですね、こうすごいホスピタリティをこう持って接しているってところがあるので、なんか通ずるものを感じますね。そうですね。なので、実は勝手にないつか、そのスマイルスマイルプロジェクトで、そういうご家族にも、えー、旅行に来てもらったらいいなって思ってるんですよね。うん、それはめっちゃいいですね。 そうですね。まあ、ここに来たら本当にあの、佐賀に住みたくなりますから。うん、あの、エガちゃんもあの、佐賀県出身なんですけど、呼ぶ子のイカうまいって言ってるらしいんですよね。ああ、なるほど。まあでも、まあ、エガちゃんがいいって言ってるから彼女がこう、佐賀に住みたくなるかはちょっとわかんないですけど。<laughs> う<ー>ん <laughs> はい。まあ、ということで、ま、あの、ね、かつきさんのあの、プレゼンもですね、あの、このあたりに、えー、していただいてっていうところで、まあ、視聴者の皆さんいかがでしたでしょうかまあ、前回の動画でですね、えー、僕が先行でこう選んで、えー、ご紹介した食器の q イル、そして、まあ、今回かつきさんがですね、こう選んでいたいよ格の宿泊券、どっちが、えー、よりですね、プレゼントとして喜ばれると思いますでしょうかぜひともですね、えー、こちらの動画のコメント欄に、えー、皆様のご意見をですね、えー お聞かせ願えればというふうに思いますし、また概要欄にですね、ジャパンの公式ツイッターのリンクも貼っております。そちらでですね、ツイッター上での投票も行っておりますので、ぜひともですね、ツイッターの方フォローの上、こちらどっちのプレゼントが良かったかというところ、投票いただければなというふうに思います。第3弾となる動画の結果発表は明日、アップ予定です。 いよいよ、結果発表に移っていきたいというふうに、えー、思います。えー、事前にですね、YouTube、インスタ、ツイッター Twitter などで、こう、投票ですね、えー、しました。えー、その結果、勝者となったのは、まあ、結果発表の前にですね、こう、実は、まあ、今回紹介した、えー、プレゼントっていうね、こうジャパンハートへの、こう、ふるさと納税のお礼の品として、こう、両方ゲットできるっていうことなんですけれども、